アロハこんにちは、 DJ ソワライズメロージャム TV ファイナルファンタジーレコードキーパーやっていきたいと思います。今ねセットしてるのはこれは氷魔法パーティーですね。まだこれまだ完成してないんですが、多分このメンバーで魔石挑もうと思います。メインアタッカーになるのが覚醒オリモジのティナちゃんにはなるんですけど、ビビで魔法クロマダブルでちょっと稼いでいきたいのと、セラでチェインですね。でルールで魔女アビ使っていきたいんですけど、できればルールーであれですね、覚醒奥義をゲットしたい、そんな感じですね。もしあの召喚でね、氷のルナシバーとかそういうのが出てね、氷系のやつが出るんだったらユーナちゃん入れて覚醒奥義持ってるんで、それで攻撃したいってところあるんですけど、今魔石周回してマティウスですかね倒して、動画ではまあ撮ってないんですけど、マティウス倒せたんで今周回して魔石を集めてます。そんな感じでちょっとゴールデンウィーク無料ガチャやりたいと思います。そんなね感じでルールーが欲しいって感じですね。ルールーがゲットできたらと思って回させていただきます。ゴールデンウィーク装備召喚、本当かな、無料なんですけど一度もなんかいいの引いてない気がするんですよね。本当このゴールデンウィークガチャ運がとんとないです。福袋の時だけですかね、いいの出たの。と言ってもギルガメチェインだったんで、お願いします。わあ渋すぎ、いやかなり渋いんですよね、ガチャ渋いっすわ。まあ未生児だったら何でもいいです、もはや。それかダブル系ですね、槍系はなんかあんまいらない系でしょう、使う系じゃないでしょう。あーフライヤー、フライヤーね、風だよねこの人ね。ちょっと見てみますか、フライヤーね、チェイン出ましたけどね、風チェインは結構間に合ってるっちゃ間に合ってるんですよね。じゃあ見てみましょうか。まあこれはあの氷魔法パにしてたんで、ちょっと僕の技習得パーティーちょっと出してみましょうか。おまけでもらうためにもう結構セットしてるんですけど、フライヤーまず覚えさせましょうか。何かフライヤーちゃん、フライヤーない、どんな感じか、あこれ見るやつになっちゃった。フライヤーどんな感じですかね、フライヤー。うわでも渋かったな、これか。超絶持ちって感じか。チェイン超絶ではマテリアまといゲットしたんで、若干 CV かなというところですかね。マテリアつけていきましょうか。できればねスタメン系強化、まあ、ルールーの覚醒オリが一番欲しいかな。そのためにちょっとルビーちょっと取っといてますからね、まあ、個人的にキャラ入りいったら他にも欲しいのユフィちゃんとか欲しいんですけど、まあ、とりあえずは、まあ、未生児フライヤーマテリアゲットしました。ちょっと魔石どうだろう、デュポン次挑もうかなと思ってるんでね。そうっすね、キポーン行きたいからな。そう考えるとシルドラ、シルドラじゃなくてここあれにしときましょうか。マティウス、マティウスもねまだ2回しか倒してないのかな。ちょっと動画にまた収めようと思ってるんで、今回はゴールデンウィークガチャ、まあ、フライヤーマテリアでした。よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。ありがとうございました。